要点をコンパクトにまとめた聞き流し日本史シリーズ。今回は大御所政治と天保の改革です。松平定信が失脚した後、実権を握った11代将軍、徳川家成。家成は文化分析と言われた時代で政治の実権を握ります。将軍は徳川家吉に譲った後も、大御所として実権を握りました。この時代を大御所時代と言います。最初の文化年間のうちは、慣性の改革の影響が残り、質素倹約の政治が行われましたが、文政に移ると質の悪い、貨幣の流通により物価が上昇 しお金ををたたくくさん使ってて派手なな生生活活活始めままますすそしし経済活動ががが発化したことで貧富の差が生まれ治安が悪くなります一方で、都市が潤うと、文化活動が花開くことともなりました。農村に目を向けると、貧富の差が生まれ、土地を失う百姓も発生します。そういった百姓たちは、江戸の町に無宿人や幕頭ギャンブラーとなって流入し、治安が乱れます。幕府は1805年に関東取締り出役を設けて、犯罪者を取り締まります。関東出役では、8名が役人の中から選ばれて、2人1組で、 関東の8カ国、関8州を回って、無宿人や幕党を取り締まりました。1827年には寄せ場組合を作ります。関東取締り出役の下に関東のすべての農村も組織化させた組合です。領主の区別なく、近隣の村を組合に編成。協力して地域の治安や風俗の取締りに当たらせて、農民の統制を強化しました。1782年に起きた天明の基金の後、比較的お天気には恵まれていましたが、1832年から36年に天保の基金が起きます。

約240の村1万2千人に及ぶ百姓一騎でした商人の町大阪でも基金の影響はあり餓死するものまで現れます立ち上がったのは元役人の大塩平八郎1837年大塩平八郎の乱が起きました餓死者が出る中浮遊な商人は米を買い占め大儲けします大阪町奉行は困った民を助けることもなく大阪の米を江戸に回していますこの腐敗した社会を見た元大阪町奉行の役人の大塩平八郎は貧民救済のために門邸や民衆を動員した。 武装放棄を実施します。わずか半日で鎮圧されてしまったものの、元役人支配側の人間が幕府や支配側に武力行使を行ったことは幕府や諸藩に衝撃を与えました。勇気ある王子を平八郎の行動は全国に広がり、国学者の幾田よろずが越後柏崎で陣屋を襲撃する幾田よろずの乱を起こしました。陣屋とは住居兼役所です。当時の大名はみんな城があったわけではなく、小さな大名は陣屋という住居兼役所で活動していました。幾田よろずは自害することになりますが、 この動きはさらに全国の百姓一揆につながる行動となりました。この時期、内遊外観という問題に悩まされるようになります。内遊は国内の困りごと。外観は国外の困りごとです。国内では財政難、治安の悪化、天保の基金。国外ではイギリス、アメリカ、ロシアなどの列強が頻繁に通称を求めてやってきている状態です。列強の動きについて確認していきましょう。 返還するとともに、公益を交渉してきました。幕府は異国船打ち払い例によって追い払います。森尊号事件は、万社の国もセットで暗記します。森尊号事件について、渡辺火山は著書新規論、高野長英は著書武術夢物語で、幕府の対外政策を批判します。幕府はこれらを厳しく処罰しました。この処罰された事件を万社の国と言います。年号は一八百三十九年。二人は最終的に自害してしまいます。この間に、お隣の中国は、アヘン戦争で大変なことになっています。 さて、天保の改革に参りましょう。内遊外観に対処するために、幕府は大御所、家成の死後に、老中、水野忠国による天保の改革を行います。江戸の三大改革の最後です。教法の改革、完成の改革を見習って、倹約令を出します。それまで大奥では、家成知性下で豪華な暮らしをしていたので引き締めです。庶民の生活も制限されます。寄せを減らしたり、歌舞伎の散座を浅草の外れに移動させたりします。天保の改革のポイント、政策は4つです。1、人返しの 株仲間の解散3起源例4常治例ですまずは人が石の方から1843年、無宿人たちを強制的に各自の村に変えさせました。江戸の仮想民をふるさとで農民にさせて農村の立て直しを図りました。2番目は株仲間の解散。物価の上昇は特見問屋などの株仲間による商品流通の独占と判断し、株仲間を解散させました。ところが実際の原因は生産地から上方市場への商品の流通量の減少でした。株仲間の解散は江戸への商品流入を減少させ、 る結果果とななりり逆効果になりますこの当時、髪型に着くまでに商品作物が下関などに卸されて商品売買がされていました。つまり流通量の減少は問屋の独占が原因ではなかったのでした。そのため株仲間は復活します。解散が1841年、復活が1851年です。では3番目は起縁令です。物価の上昇は旗本御家人の生活も圧迫します。幕府は起縁令を出して旗本御家人の債務を帳消しにし、繰り延べを行いました。ここまでの改革 の内容で富裕層から貧民まで不満が溜まっています四番目の常治令1843年江戸大阪の約50万国の土地を直轄地にし財政安定対外防備の評価を図ろうとしました不代大,大名や旗元に反対され結局実施できず水野忠には領中を退くこととなりましたこの頃幕政批判をする者も増えていましたが改革の失敗は幕府権力の衰退を示すこととなってしまいましたこの天保の改革の直前三法領地買いが実施されました これは三つの土地の領主をぐるっと変更するというものです。川越藩主は庄内へ、庄内藩主は越後長岡へ、越後長岡藩主は川越藩へ。領地替えはこれまでも何度かあったのですが、この領地替えは幕府が命令しながらも三方領地替え反対一揆が起こって実施できなかったというところがポイントです。川越藩は将軍家成の子を養子としたことで豊かな土地に変えてもらうように働きかけました。豊かな庄内藩の土地に移ることになったのですが、庄内藩は 名君がいて全国的な基金の最中も一人も合社を出さないというすごいところでした基金の爪痕がまだ残る時期に名君を手放すわけにはいかないと地元民たちが一気を起こし散歩領地買いを阻止しましたでは次は経済の変化について見ていきましょう基金や改革の失敗により人口の増減や経済構造の変化に見舞われていました北関東では人口が減り生産力の高まった須央や薩摩では人口が60%も増えるという事態に社会構造や経済構造の変化は政治 体制にも影響するため、これまで村制度と百姓によって支えられていた爆発体制にとっては脅威です。その対応策が求められ、二宮尊徳の法徳司法や大原遊学の政学によって農村の復興の試みがなされました。しかしすでに都市商人の大きな資金力で各地の農村は商品作物の生産加工運輸が組織化されており、日雇いで働く貧しい農民も増えていました。農業の復興策だけでは爆発体制の危機を逃れることは難しい状況です。 19世紀にはマニファクチュア、工場製手工業が発達します。これは地主や問屋が家内工場を設けて農業から離れた労働者たちを集め分業して手工業生産を行いました。これに対して藩は繁栄工業や藩専売制を行い新しい経済活動によって生み出される利益を積極的に犯罪政に取り込んでいきました。では次は朝廷。相相次ぐにににに改革のの失敗外交にも問題を抱えた幕府は弱体化ししていきますががそれに対対天皇朝廷の権威が相対的に上 水戸の相沢氏によって天皇を頂点とする国体論が提示されたりもしました次は藩について財政に困っていたのは藩も同じですが改革に成功し経済力や政治力のある藩雄藩が出てきます戸様を中心に自立の道に向け中下級武士からも有能な人材投与が行われ財政再建藩権力の強化を目指す藩政改革が進められました まずは薩摩藩家成の奥さんの父でもあった薩摩藩主島津重秀下級武士の図書広里を登用し改革に着手します三都の商人を脅迫して借金を無理し250年の分割払いにし事実上の棚上げを実施さらに天美三党特産の黒砂糖の栽培の強化を行い犯罪性を立て直しましたさらに島津成明は鹿児島に修正館という兵器製造を中心とした洋式の工場群を作ります反射炉造船場 ガラス製造所が設けられました。長崎の外国人商人グラバーから洋式の武器も購入し、軍事力の強化を図りました。萩、長州藩では、村田政府が多額の借金を37年払いにし、専売製の改革を実施、腰煮肩を置いて、下関に入港する北前船などの海船で上型に運ばれる商品の委託販売を請け負って、財政の再建に成功しました。佐賀、肥前藩では、藩主の鍋島直政が、近電制を実施、小作地になっていると、 を一旦藩に返させて再給付したり古作に農地を与えて本百姓にし本百姓体制の再建を図りましたさらに有田焼や伊万里焼の陶磁器の専売を進め犯罪政に余裕を生みました軍事力の強化も行います反射炉を備えた大砲製造所を設けイギリスから輸入したアームストロング砲を鋳造するなど近代的な様式軍事工業の導入も行いました高知土佐藩はおこぜ組と呼ばれた改革藩が財政再建を 実施します。三戸藩では藩主徳川成明と保守派が対立し、改革は失敗に終わりました。改革に成功した薩長、斗妃、伊達宗成の宇和島藩、松平、義長の福井、越前藩は中下級武士を登用し、商人とも結びつきを深めて、藩権力の強化に成功しました。今後、幕政に対しても強い影響力を持つようになります。幕府も末期には遊藩の動きに影響され、大官、江川、太郎左衛門に命じて、伊豆、韮山に反射炉を築かせて、 軍備の近代化を図りました。これらの様式工業は明治維新後に官営工業の模範となっていくのでした。さて今日はここまでです。次回は火星文化です。お疲れ様でした。